ログラムコンプリートコンプリート蘇生開始します。蘇生開始。奴のあの姿、邪悪な心、あえて呼ぶなら邪眼。その邪眼が5万年前の聖騎王だと。そうです。邪眼は聖騎王から闇の支配者創世王になるのが目的なんです。この変異空間も邪眼の仕業か。邪眼は創世王になったら人類を滅ぼすつもりです。何とかして奴の復活を止めないと。復活？それに必要なものは実体。みんなの時代に不気味な生物の入ったカプセルはなかったか？ありました。中に巨大な生物が。やはりそうか。この時間軸を使って成長させるな。あの生物は一体？おそらくジャガンはまだ精神エネルギーの状態だ。そしてあの生物はその受け皿。あれがジャガンの肉体？奴に実体を持たせない方法はただ一つ。それは？俺がこの時代のカプセルを破壊する。この空間の時間軸で成長してるな。それで全時代のカプセルが消滅するはずだ。邪眼の復活を止められる。みんなは自分の時代のカプセルが消滅するか確認してくれ。了解。またここで落ち合おう。Thank you.
ジャガン、貴様の野望もここまでだ。トーク！ライダーキック！シャドウムーン。勘違いするな。お前を助けたわけではない。キングストーンを狙う者は俺にとっても敵。ただそれだけだ。ここにいるのは5万年前の世紀王。奴は新たな創世王になろうとしている。次期創世王の座をかけた戦いは俺とお前だけのもの。誰にも邪魔はさせん。シャドウムーン、あれは。サタンサーメン、創世王の証。お前がもう一人の正規王だな。これで二つのキングストーンが揃った。お前はジャガン、いや5万年前の正規王。その肉体一体どこか。我を止めることなどお前たちには不可能。滅べ。なんだと、カートナ。はい、カプセルは消えました。でも中は空でした。ブラックから1988年からの連絡がない。一体どうなってるんです。
彼の時代で何かが起こっている。ジャガンが実体を持ったとなると、次の狙いは創世王になること。まさかジャガンは肉体ごと時空を移動できるのか。え、そんなことって。だとすると彼が危ない。助ける方法はないんですか。先輩、この下の巨大な装置、あれが。おそらくそうだ。ジャガンはあの装置を使って全時代の博士の脳波をつなぎ時空を操っている。じゃあジャガンはもう過去へ、1988年に行ったということですか。もしそうなら我々にはもう方法はない。いや、ある。え、それは。彼なら知ってるはずだ。ジャガンの意識に触れ時空を制御した田所博士。しかし、あの状態の博士と話をする方法があるのか。それは俺に任せてくれ。ライダーマン。やはり彼が田所博士。本当に彼と話すことが可能なのか。博士の意識はこの中にある。たとえ奴、ジャガンに操られていたとしても、博士が俺に分かる何かを残しているはず。ユキ、君と博士とは。博士は俺に科学者としてだけではない愛情も注いでくれた。孤児だった俺はそんな博士を父のようにも思っていた。俺は博士の元を離れた後も連絡だけは取っていた。できれば博士にも悪の組織と手を切ってもらいたかった。ん、博士、田所博士。その声はジョージ、勇気ジョージか。博士、なぜこんなこと。私はどうしても研究を、夢を実現したかった。そのためなら魂を売っても構わないと思っていた。だがその悪魔の正体に気づくのが遅すぎたようだ。博士、その悪魔を止められますか。あいつは肉体を手に入れ、すでに時空を超えてしまった。なんてことだ。もう一人そこにいるのは君が噂に聞いた仮面ライダーだな。やつはジャガンを止めないと人類の未来が変わる、消滅してしまう。そうか、ではよく聞いてくれ。この装置はやつの変異空間と同調し、装置の存在する時代の間で物質を転送することができる。ただ転移可能なのは物質、生身ではない体を持つ者だけだろう。人間には不可能なことだ。生身ではない体だが、この空間が、あいつが消滅すればその物質はまた元の時代へと戻される。さらに空間の消滅によってどんな影響が出るか、この空間での記憶は全て消失するかもしれん。それでもジャガンを止められるなら、ここでの記憶、悪と戦った記憶など惜しくはない。分かった。この発電所の全ての電力を使えば、あいつの力がなくともこの装置を起動できる。ただ一度きりだが、あとはこの装置が持つか、あいつが消滅するかだ。しかしそんなことをしたら装置が、博士の命が。いいんだよ。私はこの装置を通して見たんだ、自分の未来を、犯した過ちの全てを。それにもう人間には戻ることはできない。さあ、この装置を起動させてくれ。君にしかできない。見たかったよ。博士。
人として科学者としての歪みが生じてしまった。この空間のように。俺は私の過ちからできたこの空間が人類の未来を歪ませてしまうのなら、私のためにこの空間を消してくれ。お前は同じ過ちを犯すな。あとは頼む、ジョージ。この人類は、お前の恐れる光の力を秘めている。そんなバカな。これが光。闇を打ち砕く正義の力だ。我々の力を一つに集め、奴を倒すんだ。貴様らなど一匹ずつ歪み潰してくれば。